全てのバックルに副作用が存在する。はい、どうもニヤニーです。本日は週末ということでニヤニーのワットをねやっていきたいと思います。まあ一応ねこの日曜日からニヤニヤグランプリというのがね始まるので、まあそちらの方でもまあこのねニヤニーのワット形式を使って、皆さんのねコメントを紹介して、戦っていくわけなんですけれども、もう今回はその前哨戦みたいな感じで思っていただければなというふうに思いますので、ニヤニヤグランプリはこんな感じでやっていくんやなっていうのをねここでちょっとずつ理解していっていただければなと思います。ということで早速今日もねいっぱいコメントをピックアップしておりますので、やっていきましょうか。まずはこちらのコメントです。キサラギかなでさんからのコメント。個人的にはアルキメデルが最後の方に言っていたゾンビレイズバックルの使いすぎでこうなるのかって言っていたところも、デカバックルのデメリット効果が全てにおいて何かしらあるのかなっていう伏線だと思って、そこのところもちゃんと作品内で深掘りしてほしいって思って見てたわ。ということでですね、今回デカバックルであるゾンビバックルが人体に影響を与えていたことが分かったわけなんですけど、この何かしらの影響がゾンビだけっていう方がね確かにちょっと違和感はあるので、そうなれば他のマグナムやったりブースト、ビート、モンスター、忍者などなどなんかね副作用的なものがありそうですよね。でちょっと今回思ったのが、この ID コアに直接的にこう干渉もしくは接触しているバックルは危険度が高いんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよね。どういうことかと言いますと、今結構危なそうなバックルっていうのがゾンビとジャマトバックルだとは思うんですが、共通して ID コアありきのデザインになってるんですよね。まあ全部のバックルがそうとも取れるわけなんですけど、このゾンビは ID コアをつかみに行こうというふうにしているデザインになってまして、でジャマトバックルの方は ID コアからツタが生えているようなデザインになってるんですよね。マグナムの場合は ID コアを重厚としているわけでもなくて、それ単体でも結構デザインとしては成り立つようになってるんかなというふうに思います。あと一つですね、 ID コアありきのデザインになっているバックルがあって、それがパワードビルダーなんですよね。使用前には特に何もないんですけれども、使用後、まあ変身後にはアームがガンと出てきて ID コアを挟んでるようなデザインになっているので、これは結構ねゾンビと似たようなデザインになってるなというふうに思ったんですよね。なので全てのバックルに副作用的なものはあるとして、次回出てくるこのパワードビルダーもゾンビ同様危険度で言うと高い方になるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。なので次回ギーツがねこのパワードビルダーを使っているわけで、しかも過去にはゾンビバックルも使ってたので、エースはちょっとね最終回付近で結構なんか危ない状況になっていくっていうね伏線とかも今後見えてくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、では次行きましょう。山本一郎太さんからのコメント。例えばエースはジャマトと戦うために三つ目に作られた人造人間とか、だが三つ目はエースに人間として生きてほしくてエースの前から姿を消したとか、ギロリは純粋にジャマトを滅ぼしたかった人で、それに対してプロデューサーやショーのためにジャマトの進化も許容している人、結果的に未来の世界はジャマトに人類が追い詰められていて、それを打破するために未来世界でエースは作られ、時空を超えてターニングポイントになった時代で戦っているのかも。ちょっとついでに、バッファはジャマトの力を使えるライダーになって、計らずともライダーを倒す力をジャマト側から与えられたってことになりそうな気がします。この先ギロリさんが破綻したデザイアグランプリによる未来の崩壊を止める存在として復活したら、対立構造ははっきりしていく気がしますが、どうでしょうね。確かにこのね道長がジャマト側に行くことで本来の目的とは若干ちょっと変わってくるんですけど、仮面ライダーをぶっ潰す力っていうのがね手に入りそうな感じが確かにしますよね。なのでこれがどういう風な流れでそうなるのかっていうのもかなり気になるところでもあるんですけど、まあ例えばあのねアルキメデルが、君は今回のデザイアグランプリでどんな願いを書いたんだねっていうね質問をして、仮面ライダーをぶっ潰す力だっていう風に説明すると、おそらくアルキメデルも仮面ライダーをぶっ潰したいというふうに思っているので、その目的の一致からですね、この二人が協力して本当に仮面ライダーをぶっ潰す力を手に入れてしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。で
そう考えるとですね、ジャマトライダーの方に関しては右側ではなくてずっと左側にバックルを指しているわけなんですよね。なので右側が空いている。そして仮面ライダーバッファーはですね、右側にゾンビを刺して、まあたまにね左側にブーストを刺してたりとか、あったりするんですけど、基本的にバッファはゾンビバックルをメインとして使っていたので左側が空いてるわけなんですよね。なのでこれを使いなさいみたいな感じでジャマトバックルを渡される展開って今後もしかするとあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあそう考えた時にゾンビとあのジャマトバックル、植物って結構似ているというか関係性が結構近いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ゾンビは倒れても倒れても立ち上がってくる。で、植物、特に雑草なんかは抜いても抜いても生えてくるじゃないですか。ゾンビも植物もコアを潰さない限りずっとね蘇り続けるっていう印象があるので、結構相性的に言うとかなりいいんじゃないかなっていうふうに思うので、今後道長がジャマトバックルを持ってジャマト側のライダーとして再登場するっていう展開もねありそうな気がするんですよね。はい、では次のコメントいきましょう。鈴木、これどっちでしたっけ、市田さんからのコメント。少しぶっ飛んだ予想になるかもしれませんが、運営やオーディエンスは私たちが俗に神と呼ぶような高次元の知的生命体なのでは。デザイアグランプリは神たちから見た貝のいろいろな次元の知的生命体を使った壮大な暇つぶし。エースが母と呼んでいる三つ目は神々の遊びによって各次元の人たちが消費されるのはおかしいと感じ、デザイアグランプリというか神々の遊びを終わらせる存在としてエースを作り出したというのはどうでしょうか。もしかしたら三つ目には協力者の神がいて、ケイワもデザイアグランプリを終わらせるために作られた存在とかだったら面白いですね。なんとこの神の存在っていうね、なかなか面白い考察ですよね。これもうぶっと、確かにあのね冒頭で言ってくれてるぶっ飛んだ考察になるんかなというふうに思います。最近のねこの仮面ライダーギーツの物語の展開とか見てても安牌で考えた方が当たらないんですよね。なんかちょっとぶっ飛んだというか、こう一つ飛び越えたような考察する方が何かしらこう当たりに近づいてるんじゃないかなというふうに思うので、結構この神っていう存在、今のところねこの仮面ライダーギーツの物語においては神様要素っていうのが特にないのかなというふうには思うので、なかなかねそこをどうつなげてくるかっていうのが難しそうではあるんですけど、確かにこういうね高次元な人たちの暇つぶしで使われていて、それに反発したのが三つ目だったみたいな展開は結構面白いですよね。いや、こういう感じでちょっとぶっ飛んだ考察もやっぱり面白いですよね。はい、では次行きましょう。ヘベサムさんからのコメント。今回ケイワがエースを化かしましたが、それに伴って気づいたことがあります。今いるサンライダーみんな化けというワードが付けれました。ギーツは化けギツネ、タイクーン化けタヌキ、ナーゴ化け猫のように化けというワードが重要になるかもしれませんね。この他にもバッファは牛がモチーフですが、ゾンビバックルの過度な使用により体質変化したことで変身者の肉体が残ったレアなケース、ゾンビという点、ゾンビ人間になった道長も化け物に該当します。パンクジャックもハロウィンのカボチャモチーフでお化けに該当します。よろしければ取り上げてもらえれば幸いです。長文失礼しました。ということでですね、この化けっていうワードが今後重要になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、確かにこの16話の最後にこうねエースがケイマに対して化かされたらみたいなことを言ってた時に、ナーゴもなんか私もみたいななんか言ってたのがちょっと気になったんですけど、今後このネオンが化け猫としてみんなを化かす展開というのは確かにこれを見てねありそうやなというふうに思ったんですよね。でちょっとなんかこのバッファだけちょっと無理やり感があるというか、元の動物モチーフが何かしら化けに関係してないので、ちょっとここはなんかねモヤモヤした感じは残るんですけど、まあ確かにゾンビになったのであれば化け物には該当しますよね。なので今後出てくる動物がこう化けに関してね、何かしらのこのイメージがある動物がいれば生き残る可能性というのが高くなってくるんかなって、このねコメント見て思いましたよね。そうなれば狼も結構バカすというか、なんて言ったらいいんでしょう、この赤ずきんちゃんとかでも赤ずきんちゃんを騙すバカすっていう形でね描かれてたりとかですね、人狼ゲームもそうですよね。あれはもう騙し合いの
ゲームなので、この狼っていうのももしかするとその化けるというワードにはぴったりな動物なのかもしれないですよね。ということで今日はねこの辺にしておきましょうか。一応これねさっき冒頭でも言ったんですけど、これはねニヤニヤグランプリの、まあ、前哨戦、これニヤニヤグランプリでは全く関係ないんですけど、前哨戦みたいな、形でねやっていけたらなっていう風に思うので、コミュニティの方でですねアンケートを実施しております。面白かったな、いやこれワクワクしたなっていうねコメントがあればぜひアンケートに参加していただいて、お気に入りの考察をしていた方に投票をしてみてください。ということで週末ニヤニヤグランプリを楽しんでいただければなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。いやもうね年の瀬でございますね。今年も本当に残りあと何日や、ほんまに数えるほどですよね。日曜日お正月ということで、皆さんお正月は何をして過ごしますか。何をしてね、何をお正月って何をしますか。